ついたか、我が弟グランドよ。あなたはフォートレス兄さん、なぜあなたがここに。あなたは確か地球の地下深くに封印されているはず。その通りだ。しかしお前が危険にさらされているのを察知して、魂だけをお前の体の中に移して喋っているのだ。そうだったのか。ランドよ、ロディマスを救えるのはお前しかいない。私のパワーをお前に分け与えよう。しかしそんなことをしたら兄さんが。大丈夫、私は決して死ぬことはない。地球の運命、そしてマスター星の運命はお前の手にかかっているのだ、グランドよ。分かったよ兄さん。兄さんの力ありがたく受け取ろう。それでいいのだ。よ、グランドが目を覚ましたぞ。本当だ。しかしあんなにモノに攻撃を受けたのに一体どうして。体から引き出してやる。やめろ。間違ったことをしていたような。もういいんだろディマス、戦いは終わった。いやーやったやったやった、ロディマスが元に戻った。やったやった、ヤッホー、これで一件落着だな。ところがである。いや、まだ終わってはいないぞ。なんだ、カオスエニグマから声が聞こえる。よくもあの世の野望を邪魔してくれたな。なんてこった。カ
妖精ニグマが邪悪すぎるゆえ意志を持ってしまったぞ。もはやお前たちを生かしておくわけにはいかん。もう一度貴様らに地獄を味わわせてくれ。なんてこった。妖精ニグマが自らの力で体を形作った新しいローディマスユニクロマスター。グロンド、話してくれ。奴との決着はこの私がつける。よし、分かった。頼んだぞローディマスコンボイ。お覚悟しろ愚かなサイバトロンド。覚悟するのは貴様の方だ。テイクロワー。これ以上仲間を傷つけることはこの私が許さない。こしゃくなローディマスコンボイめ。まずは一人二人はいらん。この私一人で十分だ。もっと。いや、私だけでいい。たっ消えろ邪悪なロディマスめ。ゴッドアロディマス、この私を使ってくれ。お、ありがとうグランド。消えろ邪悪な力の源よ。ゴッドアされないよう、カオスエニグマは我々が回収しておこう。ああそうだな、フェニックス。あ、ちょっと待て、カオスエニグマは消えている。確かにここにあったはずなのに。まぬけなやつらめ。どその声はブラジオンか。こいつはこの俺がいただいていく。さらばだ。え、くそ、ふざけるな。そいつを返せ、ブラジオン。やなこったぜ。勝負では我々が確かに負けたが、最後に笑うのは我々デストロン軍だと覚えておけ。ブラジアンのバカバカバカ、もうこれでおしまいだ。大丈夫、再び奴らが何かをしてかそうとした時は我々が全力で食い止めるさ。その通り、それでこそ我らが司令官だ。そして、ほらキビキビ歩け、デストロンプライドマスターども。お前たちはマスター製の刑務所に収容だ。くそー、あとちょっとだったのに。ぐーちくしょう、いつもこれだよ。まったく、本当にマスター製に帰ってしまうのかい。寂しくなるね。我々にはまだマスター製での任務が残っているからな。名残惜しくはあるが、これでお別れだ。大丈夫、行方不明になったカオスエニグマの捜索の任務は我々地球のサイガトロに任せてくれ。欲しいな、それでこそロディマスコンボイだ。グリグリブロック、きっとまた会えるよね。ああ、もちろんだと思う、グリムロック。さあ、そろそろ出発の時間だ。みんな、行くぞ。ああ、そして、グランドマキシマス、発進。さようなら、元気だ。なんだ、おいおい、どうしてんだよ、ロディマスコンボイ。時代が来るの。